ちなみにやっぱ試練はあったんですか？ありましたね。おー、はい、その上司から見えてたのは、まだプライドが邪魔してこうやりきれてないみたいな。辞めた後にやんなきゃいけないこととして、そのアンラーニングしないといけないですって結構言われてて、トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、トップ就のおさです。おさです。このチャンネルでは人生の選択肢をお届けするをテーマに、お人たち情報を配信してます。というわけで本日もですね、はい、元 P&G の永井さんにお越しいただいておりますが、今日はですね、永井さんは P&G から転職されたということで、うん、そういった企業を辞めた後に転職するとどんな試練が待っているのかみたいなところをいろいろ聞いていきたいと思うんですけども。なるほど、人生というのはね、そうなんです、思うようにいかないですから。ないんですよ、俺が。どんな試練が待ってたのか聞いていきたいなと思いますが、はい、ちなみにやっぱ試練はあったんですか？ありましたね。おー、はい、なんか一言言うと、うわ、俺思った以上に何もできねえなっていう、もうそれでしかなかったっすね。マジでそう、はい、散々こう、いや、もっと俺は上に行くんだ、いや、そう思うもののね、なかなかうまくいかないんですよ。いかないんですよね。ちなみにどういう時にそういうふうに思ったんですか？なんか最初のプロジェクトが、はい、その新規事業の責任者みたいな形で、うん、僕ともう一人あのインターン生を2人と、あとまあレポートラインとして社長っていう形で、はい、新規事業のプロジェクトにアサインされたんですね。で、まあ、結構何も決まってない状態から始まって、なんかどういう事業仮説持ってやるかはから考えてみたいな、で領域はこういうなんか人材のね、ある一定の領域でやってくださいみたいな、はい、なんかそれだけこうミッションとして与えられたんですよね。でなんかそれまでその新規事業とか起業とか、 なんかそういったことって全く考えたことなかったんで、どういう考え方すればいいのかも全く分かんないし、で一定なんか新規の立ち上げの時ってなんかその泥臭い部分あるじゃないですか、はい、ちょっと営業行ってクライアント行ってとりあえずぶつけてみるみたいな、何もないところからとにかく体を動かすみたいなこともあまりやったことがなかったので、はいはいはい、全くなんか成果が出なかった期間が3ヶ月から4、まあ、半年弱くらいですかね、あって、その時はうわ俺何もできねえみたいな、いなんかあれみたいな、俺何もできねえぞ、終わったみたいな、なんかそんな絶望感を感じてましたね。それは3ヶ月間ぐらいですか？そうですね、まあ転職してからなんで、まあ3ヶ月くらい。それは何をきっかけに、こうあれなんかできるようになってきたみたいな、なんかきっかけとかあったんですか、ね、ブレイクスルーポイントは、はい、ああまあやっぱり上司だった、まあ、取締役の人に、うん、お前どうしたいのみたいなことをやっぱ問われて、うん、やっぱりなんかその上司から見えてたのは、まあ、まだプライドが邪魔してこうやりきれてないみたいな、うん、まあ、やっぱり、まあね、自分で言うのもあれですけど、まあ、エリート街道みたいなところをまあ今まで歩んできて、まあ、それなりに、ね、属する社会にはなんかそれなりに同質性の高い人種が集まっていて、うん、まあ、その中では比較的あの優秀だと言われていたから、まあ、何か言えば周りが、ね、その通りになんとなく動いてくれてみたいな、うんうん、なんかそういった環境から一気に同質性もクソもないような人とあの一緒に働く環境、はい、で、まあ、共通言語がない中で動かしていかないといけない、はい、みたいな時にやっぱり自分のプライドと か、 なんかその自分の固執した考え方みたいなのが邪魔すると全くうまくいかないんですよね。やっぱりなんかそこのボトルネックがあったので、うん、それをお前はどうしたいんだっけみたいな、ほうほう、結局なんか将来的に自分でビジネス作って、うん、自分で組織を作っていくような人になりたいなら、うん、その考え方自体変えないといけないんじゃないのみたいなことを、はいはい、なんていうんですかね、今風に言うとコーチングされて、うん、考え方が一気に変わったというか、うん、はい、どう変わったんですかそれ。やっぱりなんかそれも与えられたリソースでの範囲で考えるというか、自分の考え方にこだわるより、今自分は何を持っていて何が持っていなくて、うん、持っている中でその最大限それを活用するためにはどういう考え方をしないといけないのかみたいな、うん、自分の考え方を、うん、まあ、環境に合わせるみたいなことをしました。これ結構その、うん、大学生っていうよりはもうすでに会社に入って大企業に入ってる、うん、人気企業に入ってる人向けのメッセージになるんですけど、まあ、1年であっても3年であっても、うん、辞めた後にやんなきゃいけないこととして、そのアンラーニングしないといけないですって結構言われてて、うん、大企業とか人気企業で当たり前のことがそうじゃなくなるので、うん、まずそれが違うんですっていうのをまずアンラーニングして忘れて、はい、そっからリラーニングしていくというのがまあ必要なプロセスになるよということで、このアンラーニングがまさにその自分のこう鼻を折ってやっていかなきゃいけないと結構苦しい時期だったなっていうふうに思ってます、自分も。どうすか？そうっすね。結構きついっすよね、なんか自分がなんかすげえ入るときは結構でかい口入って叩いて入ってたのが、意外となんか何もできないみたいな、なんか気合も入ってますし、ね、それなりのことをやってきた自信みたいなのもあるんで、その自分の考え方を変える、でなんかその時捉えていたのは水準を落としてしまうことになるんじゃないかみたいな、自分に対する怖さみたいなのもあって、自分の考え方を変えるということと、その自分の考え方の水準を落とすっていうことを結構なんかごっちゃにして考えていたのが、なんか自分がなかなか変われなかった要因なのかなっていうふうには思ってました。ってなった時に、その3、4ヶ月から6ヶ月間成果が出ませんでした、でも今のそのブレイクスルーポイントの話があって、その後事業っていうのは成長してった、まあ、そうですね、あの1年目はあの新規事業はサインされて、まあ、一発目全く
くうまくいかなくて、2発目が、まあ、そこそこの規模にはなったんですけど、うん、じゃあそこに継続投資するかというと、まあ、しないっていう意思決定がなされ、うん、2年目は会社の基幹事業である、うん、会社の収益の8割か9割くらいを支える事業の事業責任者になりました。その事業の責任者になった後に、はい、本当に事業を伸ばしていくと、はい、実際に伸ばされたと思うんですけど、はい、伸ばすことができる、できた成功要因っていうのは、うん、どういった考え方にあるんですか？あ、成功要因ですか。あ、成功要因はやっぱり一つの目標にを掲げるっていうことですかね。一番大きいのは組織の規模としても20人くらいの組織だったので、うん、やっぱそういうその20人の力を一つに集結することがやっぱり一番重要なんですよね、うん、事業の上 で、 ある程度既存事業なので型もできていた事業なので、うん、はい、まあ、いかにやらないといけないことをやりきって着実に事業を伸ばしていくかっていうフェーズだったので、もうなんか一つ目標を一つに絞って、まあ、それをブレイクダウンして、各部署だったりとか個人の目標にしてあげることで、まあ、一つにエネルギーというか力を集約するっていうのが一番大きかったのかなと思います。その今目標を一つに掲げるっていう時に、前職の OGSM みたいなメソッドというかフレームワークあるじゃないですか、はい、あのフレームをそこにも当てはめようとしました。まあそうですね、はい、あの考え方はもちろんあの転用しようとは思いましたけど、やっぱりあのそれなりにやってきた会社でもあったので、まあ、その会社ならではの考え方というか、はい、合わせるような感じで僕の場合はやりました、うん、とはやっぱ前職店舗はそれこそ何億とか何百億ぐらいの予算をこう振り分ける感じだったと思うんですけど、それが一気に何十万もしくは何百万を積み上げるビジネスに変わっていった時って、やっぱ結構スキルセット変わってくるのかなと思ってて、それってどうでした？あ、全然違います ね、 そうですね。あの変な話 P&G の場合は予算のアロケーションだけ決めて、あとは広告代理店の方に投げると、その実行の部分はかなりの部分やってもらえてたので、はい、なんかそういう働き方だったんですけど、まあ、結局自分らの手を動かしてやらないといけないっていうのが、まあベンチャーの働き方だと思うので、うん、ですよね、ってなった時に僕はやっぱオサがなんでその伊藤忠でやってたのは、うん、ことと今やってることって結構全然違うのね。全く違うね。それがスッとうまくいってるよね。やめてください。確かにさっと言ってて、そこのなんか苦悩がないように見えるんだけど、外から見るとね。それは何だったんだろう。どうなんだろうな。結論ベースでいくと、うん、まあ、本当に自分の仮説がたまったからうまくいったんですけど、うん、でもその仮説が結構精度が高い仮説だったんですね、うん、でなんでかっていうと、自分がその伊藤忠で働いてた時に欲しかったものを作ったからなんですよ。なるほど。最初のプロダクト、なるほど。だから自分みたいな人はこのプロダクト欲しがる、この金額感だったら俺だったら払うな、それを元に全部仕込んだらうまくいった、うん、なるほど、っていうのが僕の 裏で抱えてるお里エクセルの事業だったりします、ね、なるほどね。そのなんか事業をゼロイチで作る時のその事業仮説みたいな、仮説を立てて検証する力っていうのは、僕のいた少なくともコーポレート IT では身につかないように思ったんだけど、うんうん、それってどこで身についたの？まあ、仮説検証という言葉に出会ったのは、就活時代にマッキンゼーの出身の方が書いたアメリカの本、ケースシークレットインタビューっていう本を読んで、うん、仮説思考ってこういうことなんだっていうのを理解して、うん、でその後にじゃ実務ベース、手を動かすベースで身についたのは、やっぱりこう SNS の運用とかメディアの運用を全部自分で01で作り込む、その過程で身についたなと思ってて、その視聴者の方々が今すぐ実践できる仮説検証プロセスは、 Twitter で自分の適当なペルソナ定めて、それに刺さるよう なんか文章を140文字で書いて、どんだけいいねがつくか、どんだけリツイートがつくか、それを精度高めていけば、多分マーケティング思考とか戦略思考が身について仮説検証ができるようになるかなと思ってたりします。なるほどね。あとね、一つ思うのは、やるべきことを絞りまくるんだよね。さっきの話と近いですね。そう、近いところあるなと思ってて、うん、リソースが潤沢にある大企業から潤沢なに何にもないベンチャーに移動した時に、うん、リソースの壁にぶち当たるのがめちゃくちゃ早いんですよ、うん、ってなった時に、僕の場合は01、本当にもう何もない状態で自分一人でやったビジネスなんで、うん、自分が動ける範囲でしか自分の時間投下できない、うん、人物金全部アサインできないと、うん、なった時に、自分をいかにレバレッジの高いところの仕事に置くかっていうのを考え続けるんですね。なるほど。で当時僕が行き着いた答えは、動画を撮り続けることっていう風に定義をしたので、うんうん、その時東京という大きな強大なマーケットを捨て、青森というところに移住し、うん、誰にも会えない環境をあえて作り動画をひたすらに撮り続けると青森でっていう意思決定をしたの、うん、それがうまいことハマって、うん、今それが1年ちょっと経ちましたけど、うん、そっちの事業は勝手にうまいこともあってるっていう状態が作れた。なるほどね。っていうことだね。まあ、オサみたいにしっかり考えて仮説を持ってやるのもいい
いいし、僕みたいに一回失敗してもう一回考え直すっていう感じですかね。いや、今日は永井さんのお話でしたけど、ね、最大の試練ですよね。最大の試練、なかなかうまくいくいかないと、いかないですね。で、僕も割と先に決めちゃうタイプなんで、あんまり考えずに、うん、はい、だからなおさらベンチャー入るときもそうでしたし、うん、今後起業していくときも多分先に起業するっていうことを決めて動き始めるタイプなんで、まあなんか多分苦労するんだろうな。まあでもそれも楽しめるってことですもんね。その苦労すら、すごい、でもね、絶対のし上がり素晴らしいですから。というわけで、じゃあ次回またね、最後の動画撮っていきましょうよ。はい、またじゃあ次回よろしくお願いします。 See you next time、 バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の一問はこちら、チャンネル登録、ベルマークのクリックもよろしくお願いします。概要欄には最新情報が得られる LINE アットの URL も置いておきますので、ぜひフォローしてください。また Twitter のフォローもお忘れなく。ご視聴いただきありがとうございました。